開催を宣言します。本日行われます。まずは本日まで準備をしてきてくださった体育祭実行委員の皆さん、使用しないでください。ルールを守ってしっかりと防寒対策をしてください。平成30年10月21日、赤組代表桜井大馬、白組代表小田田と